どうしよう。武蔵の家は土方としてお前は近藤を残し己が生き残ったことを悔いた。そしてその悔いはお前の心の中で欲望へとつながっていった。だからお前は函館で死を選ばず、黒魔術にその身を委ね、永遠の生を手に入れた。それはお前にとっては死ねぬという、近藤に対する贖罪であったのだな。近藤さん、俺はお前の中の欲望、それは近藤勇と一剣士として戦ってみたいという欲、天然理心流をお前ではなく沖田総司に譲ろうとした近藤への挑戦、今宵その思い晴らしてやろう。どうしよう。今夜は新選組の局長と副長じゃねえ、一人の男として久しぶりに喧嘩しようじゃねえか。近藤さん、連武館